いやーおろろろろろ、あ、月光山やっててもダメだ。いや今スーパーマー状態で相手の攻撃食らえば威力高くなるじゃん。ねえ、まあ、死ぬわなスーパーアーマーといえども。いいの取れた、いいの取れた。これがオープニングだろうなきっと。はい、というわけで今回やりたいことは何かと言いますと、やっぱり可愛いカイザー装備が欲しいということで、今日はテオテスカトルを借りまくりたい。そのためにね、テオテスカトル専用装備みたいなのもね、できれば作りたいんですよね。ただね、あの顔をねやたら攻撃できるから、抜刀会心超会心あたりがつけばまあいいかなと思うんですけど、それをね組んでみたらね、炎耐性がやっぱりないんですよね。まあ非耐性か、これがねほとんどないんで、やっぱり危険で、これにね超会心がついてるんですよね。ほら、このカイザーアーム1個さえ手に入ればまあ全部揃えなくてもいいかなっていうね。まあ頭でもいいかな、あとは縦髪か、縦髪さえあればほら超会心つくんで、しかも見切りも3つくんで非常にいいんですよね。ただあとは縦髪だけかで、全部揃えようもんなら、まあ、宝玉も必要だし、てか腕が一番いいよね。ニスロあるしね。足はもう作れんのか。あ、完全にズボンになっちゃってんだねあれね。まあというわけでね、ちょっと一応目的はね全部欲しいなとは思うんですが、難しいかな。できればね抜刀会心、ま、前にやったね弱点特攻とかもなんかつけてね、特に顔しか狙わないよね、テオテスカトルだとね。顔が弱点なんで、ある意味楽っちゃ楽なんだけど、ちょっとさらに今回偶然にもこちら炎帝ネッサの地を見下ろすテオテスカトルのイベクエも来ているということなので、やってみたいと思います。きっと強いんでしょうね。一応してるかな、もうこの時点で。おそらくオープニングにね、一応つ動画がもう出てるんじゃないかなと思います。さあ果たしてどういうオープニングが撮られてるんでしょうか、この時点では分かりません。じゃあ行きます。もう見えてる見えてる、この上乗っちゃう。届かない。あ、当たらない。やっぱあれだね、あの集中はついてるんで、なるべくね集中つけたいよね。あ、普通にいいダメージ入るね。やっぱりイベクエだから多分攻撃力高いよねこれきっとね。あ、見づらいねネッサって。わお、綺麗。綺麗に終わっちゃうんだよな。やっぱ抜刀回心頭ってのが多くなるのかな。これは間に合うか。 OK300、 それぐらいいけば全然大丈夫。なんか違うのいる、なんか違うのいらっしゃるね。乗っかりたい。まあ素材が欲しいんだから、なるべく総流はやった方がいいね。いろんなの頂戴。
いろんなのちょうだい。爆破属性なんで効くの、あなたに。空中で何を飲んでおる。あ、なんか嫌な予感がする。なんか真下にいるな、俺真下にいるな。間に合ってちょうだい。おお、もう尻尾切れんの、これすごくない。威力低いな。俺どこにいるんだ今。俺どこにいるの。 危なくねえかこれ。危なかったよきっと。見た、これも危ないかしら、危ないかしら、追っかけてきてるかしら。たまにね、うにゃーっていう顔してくれるからいいね。はい、勝ち。あれ、まだ？はい、勝ち。勝ち。いや、ここ来た！わざわざ突っ込む。一応ね、あのスーパーアーマーを連続して攻撃しまくればね、大剣ってすごく強いらしいんですけど、あのもらっていく、まあ無理よね。ね、残念ながらね、何回かやったんですけどね、あの戦い方はやっぱり上手い人用よね。あの気づいたら体力をねどんどん持っていかれちゃうんでね。俺今掘ったっていうか、あ、やったね。いや、一応今のところ一撃死の技はないけれど、きっとあるよね。いて。ちょっと待ちなさいよ。ファストトラベルさせなさいよ。一応つしちゃってっからね、ちょっとね。気をつけなきゃいけないよね。もう溜めてると、その間にやられちゃう。これ当たんの、これ。これギリ当たりそうだよね。仕掛けてくるぞ。嘘でしょ。これ死ぬやつ。大丈夫だった。スーパーアーマーでも死ぬやつだと思ったのに。おりてこーい。あれ全然良くないな。全然良くないな。YouTube で見た5分で倒してる人はこれで500ぐらいダメージ与えてたからな。マグはまだまだ装備がいまいちなんでしょう。あと150しか減んなかった今。基本500、500、500ぐらい入ってたね。で、あと、ほとんど、今の月光山でね、あの、気絶ダメージ入っちゃって倒れてましたね。ほとんど気絶させたことねえな。これで、要は倒れちゃうんだよね。こういうので。ここ何にもないよ。どうしよう。ここ何にもないよ。向こうに走ってて、向こうに走ってて、向こうにドーン。でも足なんだよな。当たんねえしな。ここで顔面に。これこれ
いやこれは死ぬ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 、さっき死んだやつ、さっき死んだやつ、これで、いや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 、やっちゃダメ今のは。月光山でも死ぬやつ。いや危なかった危なかった。ちょっと回避しよう。いや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 、あのおろろろろろろだけはダメなんだよね。この体にこれ届くんちゃうやろな。おい、体に火をまとってるときはさっきの焦げが来るんだね。おろろろが来るのね。あー、うまくいかなかった。死ぬー死ぬーあ、でもイベントクエストだけど今ので死なないんだ。威力は上がると思うけれど、これは死ねるやつー。危なあの鱗粉が体に巻きついてる。うわだ、死ぬやつよこれ。死ぬやつ死ぬやつ。あう、え、そんな可愛い殺され方どうせならオロロロロで死んだ方が良かったじゃん。カシュって、果実でも食べるかのようにカシュって。いやいやいや、いい音したな今。なんでこのタイミングで起きるかな。もうちょっと寝ててよ。もうちょっとで倒せるのかな。じゃあチキンに戦うか。チキンにマグらしく、マグらしく戦うか。え、もう怒るの。逃げ回りながら戦うか。荷落ちしてるしね。よいしょ。もう顔面狙いもなくなってきた。勝ち。おーい、俺じゃないな、またまた俺じゃないな最後も俺じゃないのか。イベントクエストも倒せちゃうんだな、お前たちは。みんな頑張るな、この子たちは。はい、というわけでイベントクエスト、マグみたいなチキンのやつでもまあ25分ぐらいで倒せると。2回死ななければもっと早いんじゃないあとオロロロロロに突っ込まないように。あ、縦髪が欲しかったんで、これで頭くらいは手に入るのかな。頭装備ぐらいはね。よし、じゃあわざわざこんな強いバージョンと戦わなくても通常バージョンで戦って、あとは装備揃えていきますか。何体倒せば宝玉って出るかね。まあそれは運だとは思うけれども、
じゃあまずは1体目、初見で1体倒してるからこれで2体か。何体でだいたい装備取るんだろうね。まあ残りラスト宝玉はまあ覗いてもいいかな。目標達成。5体ぐらい行く ?3 体ぐらいで行かねえもんかねえ。はい、まあ出ないということでね。宝玉はそう簡単には出ないね。で、イベントクエストなんだけど何がもらえるの？なんか特殊なものはないね。また環境生物スタンプとかやめてよ。はい、というわけで帰ってきましたが、ちょっと何だったの今のイベントクエスト。お待ちしておりました。どのクエストになさいますか？とある里の応援団員知るか。お気をつけて。何だったんだろう、何がもらえたんだろう、結局よくわからないですけれども。まあそれは後でググるとして、あと何個必要。ああ、これで超会心が簡単になりましたね。あの変なズボン履かなくて済むのか。まあいいでしょう。まあマグはあまりなんだっけ、重ね着装備ってのを作んないけど、まあそれでやれば別に露出度はいくらでも操作できるんだけど。でし、まあこれで腕がやっぱり一番大変かな。じゃあ、まあ一番欲しい超回線付きの頭ゲットしたいと思います。やっぱり金がねえ、金がねえよ、金が。まあ全部欲しいんだけど、まあ、たてがみがまだいっぱい必要になるのか。まあちょっと適当に作っとくか。これか、金がねえ。もうで、たてがみとあと宝玉ね。じゃあ次ちょっとたてがみ取りに行きたいと思います。じゃあ一旦カット。あとお金、お金、金がねえよ、金が。これで倒しましょう。あ、たてがみ、たてがみが欲しいの、たてがみが欲しいの。もう一個、もう一個ちょうだい。来ない。はい、というわけであとは、あ、まあもう4回いけんだっけ。入ってないということでね。いやいや、宝玉、宝玉頼むよ、本当に宝玉頼むよ。さあ肉球取りに行ってどうするんだって感じだけど、さあミッションコンプリート。さあ宝玉は出るんでしょうか。まあ、出るまでやるつもりはないけどね。5回ぐらい戦って出なかったら残念で終わっちゃおうかな。出たんじゃね。出たんじゃね。なんかキラキラしてる。でもね、剣閣も欲しいんだよね。縦紙と剣閣。え、嘘でしょ、縦紙のためにもう一回やるパターンこれ。あ、よかった、これで終わりかな。これで、あ、宝玉はい、というわけで戻ってきました。さあこれで全部揃うんだったらすごくない？どうどう。これ持ってるでしょ、持ってる持ってる。さあこれ、へい、宝玉、へいだって。もう喜びすぎちゃって、もう言葉もおかしい。あ、1回で揃った、これは大きい。ちょっと全部装備しようよ。これは全部揃ったんじゃないですか。じゃあカイザーはほとんどの装備ね、揃った試しがないんでね。あー、すごい、初見で1回、イベクエで1回、そして今ので3回、わずか3体でなんとテオテスカトルの装備が揃いました。はい、というわけでこんな感じ。見切り6って恐ろしいな。で、うん、外すなっていうの。超会心もついてて、破壊用、弱点特攻とか、なんかいろいろついてますね。弱点特攻は武器についてんのかな？全身のスキル。
やっぱそうだね、これはなんか別のでついてるんだね。というわけで、あ、破壊王はあれか、あの5石か、なので上4つですね。上4つがこのテオテスカルトルの装備になっております。まあ超会心、まあ達人芸はまあどうでもいいか。超会心が月の見切りが月のということですよね。見切りあと1個で40か。まあでもこっからなんかできんのかね。超会心なんて1個でいいんだしね。見切りだってこんなにつけなくていいんだから、こっからなんかいろいろ装備を面白くできそうだね。弱点特攻もつけていいね。はい、というわけで今回はなかなか運がいいですね。宝玉をこんな簡単に手に入れられるなんてことはあまりないですからね。でもこの装備でいくんだったらあれだね、あの頭装備外したいね。あ、違う、頭装備戻したいね。めんどくさいなどこにあったっけ、めんどくさいな。カメラコントロール、ゲームセッティング、どこら辺にあったっけ。なんか頭装備をどうこうとかってならなかったっけ、どっかに。ここじゃなかったっけ。まあいいや。はい、というわけでなかなか可愛らしい装備誕生です。まあでもこれで結局あれか、大名槌と戦うのが楽になるのか。まあどうせハンターランク50までやることないんで、古竜の装備集める。もうこの装備でいけばあれだもんね、大名槌も楽勝ってことだもんね。いいね。じゃあ次回大名槌でも何度も倒して、あれだね、大名槌装備なんか手に入れちゃったりなんかして、それでハンターランク50までとにかく遊んでようかね、本音がちらりね。ハンターランク上げるためにやることがなかったわけですよ、実際は。はい、というわけで今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。これ非耐性どうなん、普通にテオテスカトルでもいいんじゃないの。非耐性23、もうテオテスカトルの攻撃なんてほとんど当たらない。いや、まあ当たるんだけれども、それはマグが避けなきゃ当たるんだけれどもね。え、スーパーアーマー状態の戦い方がね、まだいまいちつかめてないんでね、大剣として強くなるのはさらに先、そんな感じでしょうね。だって500もダメージ入らんもん。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。テオテスカトル装備としてでもこれ使えそうだからな、なんとかこれ会心 100% にしたいな。よし、いろいろ考えよう。